タルしてきました。おお、ほらすごいじゃん。ルックブックの撮影があるんです。すごくない？すげえ。この家いい。ありがとう。嬉しい。カメラレンタルしました。めっちゃ簡単にカメラレンタルできました。今有楽町のビッグカメラにいるんですけど、ちょっとお家に帰ったらいろいろ説明したいと思います。嬉しい。はい、お家に帰ってきました。見てください、今もう手元に私が欲しいって言ってたカメラがあるの。でもね、今回は購入じゃなくてレンタルで、レンタルさせてもらったんですけど、有楽町のビッグカメラの方に今日見に行ってたんですけど、そこでカメラのレンタルやってるって書いてあって、もしかしてこの V10 もできんのかなみたいな。で、店員さんに聞いたら V10 もできるということだったので、今回は V10 を2ヶ月間レンタルして、すごいいいなと思ったらそのまんまこれを買い取りで、違うなって思ったらまた違う気になってるカメラをレンタルして自分の Vlog に使えるカメラを見つけていこうかなと思いました。いやー、本当に嬉しい。あ、ちなみになんか金額的にはこの V10 って今5万9000円の税込みで6万4000円ぐらいで売ってるのかな。そう、その6万4000円からの 10% の金額で1ヶ月間レンタルできるっていうので、なのでこれは1ヶ月6000円で、最低でも2ヶ月借りなきゃいけないので、2ヶ月借りて1万2000円ちょいぐらいで、借りることができました。じゃあ開けてみましょう。あー、嬉しい。嬉しいって言っても自分のものじゃないんだけど、めっちゃ嬉しい。なんか明日ルックブックの撮影をしようかと思っていて、すごいね素敵な場所で動画を撮ろうと思ってるんですけど、それ用にこれを使いたくて、急遽今日ねカメラ屋さんに行ってレンタルしてきました。ねえ、ポンちゃん気になるね。嬉しい。ちっちゃいね、やっぱいいサイズだわ。これしかも新品なんだね。すごい、見てください、このサイズ感。機体と比べてもこんなサイズで、今回私はブラック、シルバーとブラックがあるんだけど、ブラックの方をレンタルしました。こういうね、こうやって動画が撮れるっていうカメラです。わーお、録画できてる。めちゃくちゃ広角なんだけど、ポンちゃん見て、新しいカメラこれ。気になるね。どうでしょう。まあ一旦これは明日のルックブックの撮影の時にこのカメラを使って動画を撮ってみようかなと思います。なんか想像以上にめちゃくちゃいいかもしれない。嬉しい。キッチンとかでも料理動画もこうやって撮ったり。あ、もうキッチン汚いね。で、これがこうやって置けない。おお、ほらすごいじゃん。で、めっちゃ広角。確かにキヤノンさんね。そう、私はソニーをずっと使ってた。おはようございます。はい、今日はですねルックブックの撮影があるんですけど、代官山にあるベスの家っていうハウスメーカーさんがあるんですけど、そちらの展示場でルックブックの撮影をしていきたいと思います。はい、ベスマグマさん、ベスのログハウスが展示されている場所になります。私たちは今代官山に来たんですけど、全国各地にこういうね展示場がいっぱいあって、なんか見て、めちゃくちゃ素敵じゃん。なんかこう展示場っていう感じじゃなくて、受付さえすれば自由に見回っていい場所らしいです。じゃあちょっと一回受付をして、店内を見させていただきたいと思います。おい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございます。はい、こちらのアンケートにご記入お願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございます。こちらの場内のマップになります。はい、ご覧になってゆっくり、お楽しみください。すごい。いい雰囲気。ワンダーデバイス。じゃあこちらのお家を見ていきましょう。すごーい。かわいい。なんじゃこりゃ。玄関どこなの？すごいんだけど、キッチンおしゃれ。すげー。
これ家なんですか？めっちゃおしゃれなんだけど、こっちのこれもすごい。めちゃくちゃいい。なんかカズ兄好きそうじゃない？カズ兄が好きそうなお家。おもろ。すごいおしゃれ。あ、そっから入るのね。こういうなんかインテリアもすごい可愛いですね。いいなぁ、なんか夢が広がる。すごい。めっちゃ、待って、めっちゃすごいよ。見て。お、すごい。すごい。なにこれ、家？めちゃくちゃいい。寝室だ。めちゃくちゃ良くない？超可愛いんだけど。あ、めっちゃいいわ。めっちゃいいサイズ。ほんとやね。ねえ。ほどほどの家。次はこちら、ほどほどの家。めっちゃ素敵よ、このシックな感じ。わあ。さっきはなんかウッディな感じだったけど、次は結構モダンな和な感じ。あ、好きかも私。お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。すごくない？すげえ。この家いい。あ、ここめっちゃ好き。ほどほどじゃないって全然。すごい。だよね、暖炉とかもあるよ。玄関スペースに暖炉がある。わ、このお家も素敵な映像で撮れそうですよ。これやばいかもな、うん、作業だね。素敵。わあ、いいね。キッチンから見える外も素敵。実家みたいな。他にマジ実家の感じ。確かに一世一のうちのキッチンっぽい。うん。うわあ、待って、お風呂もめっちゃいい。ああ、素敵素敵。何、畳がある。あ、すごーい。怖がる。うわあ、めっちゃいい。いいね。めちゃくちゃおしゃれ。違うな。まだこう一択なの。二階もある。ここでゆっくりしとったらもうどこにも行けんくなる。行こう。わあ、でもいいな、このゆったりした落ち着いた感じ。わあ、いいね。じゃあね、もうまず作りもそうなんやけど、このおセンスよね。そうここに机置かんやん。置かん置かん、絶対置かない。確かに。いやー、いいね。さっきのお家よりちょっと広く感じるかな、こっちのお家の方が。広いのかもしれないね。でも続いていきますか、はい、サクサクね。サクサクいきましょう。サクサクいきましょう、はい、この後撮影もしなきゃだからね、はい、小屋今今後建てるログ小屋。小さいから面白いベスならではの本物のログ小屋。あ、そういうこと。家の離れにこういう。ご飯できたよってここに呼びに来るんでしょ。今日そこで食うんかい。寂しい。めっちゃザ・ロゴハウスって感じ。いきます。じゃーじゃーん。はいはいはい、オッケー。はい、お邪魔します。うわー、待って、やばい。やばい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 。やばい。あー、いいねー。私好きなタイプだ。見てください、こちら。あー、なるほど。すごい素敵。待って、あのさ、キッチンに貼ってあるタイルが超可愛いんだけど。ほら、このタイルやばくない？超可愛い。すごい素敵。すごい素敵。タイル勉強になるね。そうね。おー、いいね。あ、この家も素敵だな。どうしよう、決めれないわ。全部いい。ここが寝室ですね。2部屋。あ、めっちゃいい。超好き。超かわいい。超かわいい。あ、書斎もしっかりあってね。なになに。すごい。絶対うちらじゃ高専って。何があんの、なんかあんの。絶対にこうしない。うわ、気になる、行こう。うわ、ほんとね。俺らは絶対にこうしない。もう荷物を私たちは入れるよね、ここに。すごすぎる。すごーい。うわ、すごーい。
ここもいいね。あ、いいよ。ここはあげるよ。この場所。どうした？え？ええの今日。何？ミニコンドが始まった。何してんの？えないの今日。私がいつもここ登って頑張って見に来るでしょ。どうした？じゃあおいでも。はい、おいで。じゃあ次はラスト。ラストやね。一星くんが一番楽しみにしてる。そう。ちょっと一番気になってます。あ、いいですよ。じゃあさ、最初のゆう、まずゆうなが、ね、あ、やばい、あ、お、来た、来た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 、やばい、玄関広すぎない？わー、うちら絶対このぐらい玄関だほうがいい。すごくない？あ、すっごやばちょっと待ってね、はい、これはね、ちょっとそっちから撮っていい？その広さが伝わらん。ここ、これやね、これ一体がもう玄関。そう、もうここまで玄関だから、靴履いたまんまなんかこうすることもできる。いや、あの、早く入りってなるよ。すごー。でもなんかさ、ご近所さんとかがさ、あー、そうね、上がるまででもないけど、これこう食べるみたいな、めちゃくちゃいいね。すごい。キッチンがまずここにあります、うん、いきなりキッチン、なんかさ、でもさ、ログハウスによって木の色が全然また違うんだね。雰囲気が全然変わる色。あ、いいね、私この部屋、この2面、ほー、ちょっと待ってね、今ね、今ここから入ってきたんよ、俺は。で、隣がもう新部屋、ほー、新部屋みたい。ピコピコ言ってます。あ、お手洗い、うん、お風呂、かわいいお風呂箱。わ、いいわ、わあ、かわいい。こちら窓が、あ、屋根が斜めになってる。いいね、いいね、いいですね。面白すぎる。なんかこう本当に自分たちのペースで自由に見れるのが本当に楽しいです。約4時間の撮影が終了しました。はい、もう全部の家居心地が良すぎて長くいっちゃったね、うん。じゃあこれを返して帰りたいと思います。すいません、ありがとうございました。楽しかったです。よかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい素敵だ。レッドロブスター、めっちゃ久々、いや初めてレベルでかな。あ、すごいね。いただきます。ありがとう。はい、いただきます。やばいね、まず肉から行くっていうのはやっぱ結局レッドロブスターに来たとしても肉が好きなんだよ、もちろん。うん、おいしい。だからいつレッドロブスター行ったんだよ、私。ありがとう。美味しい。うん、美味しい。しょっせー。どこの国を元としてんだ。あ、起きてもらおうか。アメリカかな。さすがソーダは終わってると思うんですけど、お冷やだけいただけ。あ、大丈夫です。2つもらって。おはようございます。今日も今ぽんちゃんおいで。今 YouTube の編集が終わって、ここからはオフなので、ちょっとタトゥーシールつけてみようかな。え、ちょっと想像してた絵と違ったんだけど、あ、でもかわいい。え、かわいい、トゥイーティーとか。
どうしようどうしよう、いっぱい積んでよ。ツタ取るじゃん。ん？ツタ取ります。あ、ツタ取るか。来た。雑草が外も生えてるね。なんか家が壊れそう。結構やばくない？ついてる、タトゥーシールついてるところには噛まないんだ。アイちゃん、ほら、え、面白くない？タトゥー全身に入ってる人ってさ、蚊に刺さないのかな。このタトゥーシールがあるところには蚊は刺してないです。こうないところに刺してる。ねえねえねえ、わん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 、一緒に行ってくればよかったじゃん。コンビニ行ったよ、今行くん。追っかけてったら、今から。パンも行くーって。シュママは疲れた。はい、ということで、草むしりが終わり。今日の仕事は特にないかな。本当は今日お昼どっかランチ行こうってなってたんですけど、ちょっと起きるのも遅かったし、暑すぎて、出かけれない一日でした。で、昨日のあのサムギョプサルのお肉があるので、夜はポッサムみたいな感じで、今日は茹で肉にしてご飯食べようかなと思います。完成！今日のご飯です。美味しそう。